サウンドナインチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日は冬休みギターを始めたいあなたへ送る企画です。まずでは今回第1弾としてはアコギ編です。はい、こちらいわゆるアコースティックギター、略して結構みんなアコギって言います。はい、ではこれを弾きたいよ、これとあと何が必要か、まあ本当に簡単なことにはなるんですけれども、これさえとりあえず買っとけばいいよっていうのをちょっと紹介していきたいと思いますので、ちょっとご覧ください。ではまずこちら、最初に必要なもの、まあ当然ギターですよね。まあギターの最初、多分何でもいいと思います。まあ1万円とかのものでも全然 OK だと思います。中にはその新品とかで出荷されてきたやつとか、まあ、ネットで購入したものとか、割と原稿っていってここ弦の高さ高いものとかがあると思うんですけども、まあ、買ったら近くにあるギターショップとかに持って行って、ちょっと弾きやすくしてくださいとかって頼んでもいいかもしれないです。サウンドラインももちろん大丈夫ですよ。はい、では必要なものにまずギター。はい、続きましてこちらチューナー。こちらは何かと言いますと、ギターのチューニング、音を合わせるものになります。これがないと音が合いません。でいざよし曲を弾いてみよう、コードを押さえてみようっていうことになった時に音がおかしい、なぜかYouTube とかのレッスン動画を見ても自分はこの音にならない、どうしたんだってなります。それはなぜか、音が合ってないからです。なのでこちらチューナーは必須アイテムにもなります。はい、続きまして3つ目、はい、ピックです。まあ、いる人いらない人はあると思います。コードストロークとか、まあ、こうジャカジャカ弾いたりとかする時とかにはこういうピック必要になってきます。はい、これも、まあ、1枚100円とかで売ってるんで、まあ、最初いろんな形があると思うんですけど、まあ、硬さもありますし、で、まあ、いろいろ使ってみて好みのものを選んでみるのもいいと思います。続きまして4つ目、はい、カポタスト、通称カポです。曲によっては楽譜とかのところにカポ4とかカポ2とかいろいろ書いてあるやつがあるんですけれども、まあ、そこでこのカポタストというものが必要になります。これを使わないと音の高さが合いません。なのでこれも、まあ、アコースティックギター弾く方には必須アイテムになります。続いて5つ目です。こちら、はい、ギタークロス、あ、楽器用のクロスですね。でこいつがまあ、どういう時に必要かと言いますと、まあ、練習終わって弦触ると思うんですけれども、でそこでそのままにしておくと手の油とか、まあ、塩分とかで弦っていうのは鉄でできてるんで錆びます。いつかは錆びるもので、まあ、基本ほんと一月も経たないうちに大体錆びたりするんですけれども、その錆びの進行を遅らせたり、あと、まあ、弦をきれいに保つっていうことで演奏終わった後とかに、まあ、拭いてあげる、これ重要です。あと、まあ、ボディとかにつく指紋とかも拭いてあげるといいです。1枚500円からであるようなのもあるんですけど、僕は割とこのバムっていうかな、メーカーのやつ、これ中になんか銀配合してあって、これ1枚で結構綺麗に取れて肉厚で使いやすいです。まあ、こういった、まあ、ちょっと2000円ぐらいするやつなんですけれども、でもそんなに破れたりするものでもないんで、最初買っちゃえば長いこと使えてむしろお得なんじゃないでしょうか。はい、ではこんな感じでこれからギターを始めたいという人のための何を揃えていったらいいのかっていうところの、まあ、本当に必要なところですね。まあ、ザクッとしたものにはなるんですけれども、徐々に揃えていってもらえばいいと思います。はい、ではこんな感じで、冬休みギターを始めたいあなたへ送る企画第1弾を終わりたいと思います。じゃあ皆さんこんな感じでどんどん第2弾と続けていきますので、よければまた見てください。それでは今日はこの辺で。